イスラエル軍は23日、レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラに対し大規模な空爆を行い、492人が死亡しました。イスラエル軍はレバノン南部と東部にあるヒズボラの拠点およそ1600箇所を攻撃し、民間施設に隠されていた巡航ミサイルやロケット弾などを破壊したと主張しました。イスラエルのメディアは、 2006年の第二次レバノン戦争以降最大規模の攻撃だと伝えていますネタニアフ首相はヒズボラの攻撃から国民を守るためだとして攻撃の正当性を訴えましたこの空爆で子どもや女性を含む少なくとも492人が死亡負傷者は1640人以上に達しています中東各国からはイスラエルへの非難が相次ぎ イランのペゼシキアン大統領は、イスラエルが全面戦争を起こそうとしていると批判しました。また、トルコのエルドアン大統領は緊張緩和に向けて国際社会が取り組む重要性を強調しました。